よくすどファジーコジフスジオジャポフスドが。あ、準備完了です。どうも、こんにちは。ついにね、届きました。これは、何ができるんですか？かなりね、ちっちゃいね、イメージとして。なんか、想像よりも、一回り小さい感じがします。接続するハーネス測ったの？おいらもね、この辺ね、初めての体験なんで、どういうもんかちょっとわからないんだけど、本体のみですね。なんで今日こんな早いんですか？つながるんで、とりあえずこれを、あと本もね、買ってきたんですよ、本。これ。M5 スタックで始める簡単プログラミングっていうね、これね。時間が来たら切れたりもするんで、YouTube の方とかね。壊れてたら終わり。なんかついたついたついた。それで、問題はこの本体の設定からやっていこうと思います。線を刺して、UI を開いて、画面を開いて、これを持ってきて、ここにつなぐ。と、なんか画面が赤くなるらしいようなことが書いたんですよね。なると思いますか？ちょっとこれ画面が見えづらいんだけど。これぐらいか。これランってやったら赤くなるのかな？これ。この画面が。直接パソコンに来たばっかりのものをつないで、このソフトを立ち上げると、とりあえずよくわかんないけど、こういう画面になって、で、ランっていうのを押してみますね。あ、なんていうか、アップロード、あ、ちょっとすぐね、あとね、こういう、なんかエラーメッセージが出るんだけど、消えて読めないっていうね。ディスコネクティッドになってるな。だから繋がってないのかもしんない、もしかしたら。これですね。今、ウェブ、とりあえず、なんだ、m5stack.com っていうところの中に、のウェブページに行って、ソフトウェアから、m5stack の .com に入って、その上のメニューのソフトウェアの中のデベロッパーツールっていうところに入ると、なんかいろんなソフトが出てくるんだけど、その中から間違わずに、m5 バナー、まあ、Windows の場合は、Windows 10、64ビットの、ね、バージョンっていうのを、多分、オイラは最初にこれをね、選ぶものを間違ってたみたいで、M5 バナー Windows 10、64ビットっていうのをダウンロードして、それを、ZIP を解凍して、